に馬は驚いて狐を思い切り蹴飛ばしました。ひゃー、どせーん。狐は目を回してしまいました。ずるいことばかりしていた罰さ、と熊さんが言いました。さあ、今の話はどんなお話だったか、これから紙をあげますから、皆さんに絵で描いてもらいます。いい？さあ、さあ今の話を思い出してね、ここに簡単に進みます。時間ないからさ、急いで、今先生が話した話はどんな？じゃあ絵を描いてください。もちろんいいですよ。そこをこうやってなったんだよ、こうやって。こうやってなの。じゃあ、いいですか？今、クマさんが、なんかガガガ、もう言っちゃダメかな。どんな話だったか、そこに描いてください。まず空かな。ちょっと描いてくれたら、皆さんに質問しますが、まあ、絵を最初描いてみて。どんなお話だったでしょう。それを絵で描いてください。空描く。あ、いいね、それは。空の、空をさ、空だね。よし。こうやって僕。紙は大きいからさ、大きく描いた方がいいよ。木もか、こう、木もか。お星、あのね、もう夏だからね、夏の絵描く。夏。今皆さんね、先生が話してる間ね、静かに聞いてたでしょう。あれはとってもいいことなんですよ。ね、おしゃべりしてる人は人もいなかった。木がある。木があって、ね、誰と誰が出てきたのかな、今の話の中では。キツネさんと。クマさんが出てきたんだ。今日描くぞ。それでキツネさんは最初にどんな種を植えろって言ったのかな。最初に植えろと言った種は何の種だったか覚えてる？何の種だった？大根。大根の種なの。で、大根は土の中でできるもんだからさ、キツネさんは大根全部取っちゃったんだな。2番目にキツネさんが持ってきた種は何の種だったか覚えてるという？かぼちゃ。かぼちゃの種だったんだよ。そして土の上のかぼちゃはみんな持ってちゃったのね。ねえ、ちょっとずるいね。で、最後に蜂蜜。まあ蜂蜜もあったのか。蜂蜜をね、クマさんに取らしておいて、で、蜂が出た後、キツネさんがそれをどうしたの？蜂の巣持ってちゃったんだよ。ずるいね。まだ巣が巣の中に蜂いるんだよ。まあいたかもしれないね。で、最後にクマさんはね馬をね捕まえようとしたの。で、キツネさんにね嘘ついたんだな。まあそこはちょっとねかわいそうだと思うけどね。キツネさんかこ。で、最後にキツネさんはどうなりましたか。死んだ。死んだ。まあ死にはしないけどね。ボカーンと馬に蹴られて。ヒューン。ずるいことばかりしてちゃいけませんよ。じゃあ上手に描いた人一人か二人見せてもらおう。杉浦君上手だ。あんたいい絵描くね。見せて、見て、見せ、見せてもらえる？まだね、クマ描いてない。ああ、いいよ。杉浦君はね、この絵見てごらん。ほら、いいでしょう。ね、これはじゃあ、キツネさん？そうだな。で、お空描いて、それでこれは、木か。いいね、あとうまい。大きく描いてるとこいいね。おぉ、それでクマ描こう。いいよ、俺グッと出すで、クマ描こう。おばさんの絵見てください。いい？見せて。この人の絵はね、分かりやすいよ。見てくださいよ。この人の絵はほら、キツネさんとタヌキさんがいて、キツネさんはこれリボンつけてるんだ。女のキツネさんだったんだね。で、クマさんでね、
ちょっと時間ないんであれだけども、時間あげたらもっと上手にできるよね。じゃあ次の話いくぞ。ごめんね。今日はね、ごめんよ、お絵かきの日じゃないもんで、そこまでにしておくよ。だいたいね、小島くんの絵が面白いね、それ。だいたいどんな話かわかるもんね。じゃあ次の話をします。よし。それできた。じゃあ次の話いくよ。今度は、あの話をした後、みんなに、あ、話をね、聞きますので、よく聞いてくださいよ。いいですか？先生、蜂の巣描いた。よし。じゃあ、クレヨン置いてください。今度は絵を見せてあげるから、絵を描いた人は、文を描いた人は牧秀夫さんという方、絵を描いた人は谷壮太さんという人か。じゃあ今度はこんなお話です。こちら見てください。今度は絵があるからな。いいか。スズメ、スズメ、かわいいスズメ、チュン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 、スズメ、スズメ、かわいいスズメ。いい？武田さん、おじいさんとスズメさんはとっても仲良しでしたね。そところがある日、スズメさんがね、おばあさんが大事にしていたね、海苔をね、食べちゃった。おやまあ、スズメ、川から出たね。海苔を舐めたね。おばあさんは怒りました。おばあさん怒ってるんだよ。あ、わかった。それで、あの、舌を切っちゃうんです。そういう悲しい物語なんです。そしてこのおばあさんはね、今ね、ね、何をしたかというとね、岡崎さんが言ったように、スズメをいじめました。舌をハサミで切ってしまったので、越山くんいいか、スズメどこへでも飛んでいけ。おばあさん怒っちゃったのね。かわいそうなスズメ、どこにいる。スズメよスズメ、お宿はどこだ。下切りスズメ、お宿はどこだ。おじいさんは悲しい気持ちを一生懸命抑えてスズメさんを探しましたね。おばさん、そしたらスズメさんがいたのです。おじいさん、おじいさん、ここですよ。おお、スズメよスズメ、元気でいたか、よかったよかったね。えそしておじいさんはスズメさんたちと楽しく過ごしましたが、ねえ、桜田くん、帰る時になりました。お土産を差し上げます。どちらがいいですか。大きいのと小さいのがありました。私は年寄りです。小さい方でいいですよって、おじいさんはね、小さい方でいいですよって言いました。そしてお家へ帰ってみると、驚いた、宝物だ。おじいさんはいいですね。おばあさん見てびっくりしてますね。そしておばあさんはね、自分も宝物が欲しくなりました。私も欲しいよ、土産が欲しい。スズメよスズメ、お宿はどこだ。下切りスズメ、お宿はどこだ。おばあさん、おばあさん、ここですよ。スズメよスズメ、お土産をおくれ。そしておばあさんもね、スズメさんと過ごした後ね、え、スズメさんが言いました。どちらがいいですか。大きい方がいいよ。大きい方がいいよって言いました。おばあさんは欲張りです。そして大きい方をお家へ持って帰ると、驚いた、お化けが出てきました。蛇が出てきました。虫が出てきました。ゾロ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 と出てきました。ぐわーぎゃー、怖いよーって、おばあさんびっくりしてるね。おばあさんは考えました。欲張り、考えましたとね、欲張りをやめました。それからというもの、おばあさんは生き物を大事にしたそうです。で、今日は正しい話し方にします。一度一回言ってあげる練習しますよ。鉛筆がクレヨン置いてくださいよ。1、2、3。はい。その上変じゃない。はい、言ってごらん。はい。今の状態だった。いくぞ、はい、1、2、3。はい。まっすぐいるぞ、斉藤さん。いくぞ、大場さん、まっすぐいくよ。1、2、3。はい。そうだ。昔誰と誰が住んでいましたか、教えてくれる人。教えてくれる人。はい。斉藤さん。おじいさんとおばあさん。ん？おじいさんとおばあさん。うん。その後何かもう少し言葉をつなげてくれるといいんですけどね。誰と誰が住んでいましたか。